私は忍び工房新風を運営しております増山と申します。よろしくお願いします。今回もですよね、あなたに綺麗な音色で忍びを楽しんでいただきたいというようなことで、このような動画を作成をいたしました。前回に引き続き忍びの吹き方、その中でも大切な音の出し方について再度ですね、説明などをしたいと思います。まあ、お役に立てればということですけれども、今回は一つ一つの音に、集中して練習する方法について、お話をしていきます。前置きが長くなりましたので、早速始めたいと思うんですけれども、まず忍びをね、このように持ってください。第一ですね、第一穴は小指ですね、第一関節、それから薬指、中指、人差し指は、第二関節を持つようにしてくださいね。このようにですね。そしてそのまま歌口に唇を合わせます。そしたら左手ですね、左手をそのまま移して、人差し指、中指、薬指になりますね。でも今回は、持ちやすくするためにですね、6穴にしてください。つまり左手の人差し指、そして、右手の、小指ですね、これで支えるような感じで持っていただきます。この状態は6の音になりますね。関数字ローンで6の数字です。いきます。はい、これでふーっと息の続く限り長く吹いてください。お腹をひくましながら音を出すということですね。これを3つに分けて、吹きします。ふふふーっとこのように長くやるわけですね。これがね、お腹をひくますことによって、唇が自然と忍びの歌口に、ね、息がヒットするのに最適な状況になるんですね。この6の音ですね、これを何度も繰り返して練習をしていただければと思うんですね。それはなぜかと言いますとね、この6の音は忍びを持つにも、持ちやすいですし、あと忍びというのはね、指穴を開けた方が音が出やすいんですね。そのためにこうやって、6あたりが一番いいのかなと思って、皆さんにお伝えしているわけですね。自分としては一番いい感じ、ね、で音が、まあ、笛全体から音が湧き出るような音色、ね、それもあまり強くもなく弱くもなくね、ごく自然に出るような音で出れば一番いいわけですね。6が出るようになったらそのまま5にします。中指を左に中指重ねたわけで、5になりますので、これをまた3回に分けてお腹を使いながら吹いてみますね。今回はこれで終了になりますけれども、忍びの吹き方、音の出し方ですね、一つ一つの音を大切に出す練習方法ということで、説明をしていきましたけれども、これはローン音域、低い音の方ですね。でさらに、次回はですね、高い間音について、この間音の出し方について、詳しく説明をしていきたいと思っておりますので、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ありがとうございます。